えー、どうも、んです。いかがお過ごしでしょうか、皆さん。あの、今日十10時に起きて、ちゃんと、えー、下調べしてきました。あの、1個。 導き出した答えがありますわかりませんどの馬が来るかわかりませんどうしましょうまずは 情報を見ましょう。ちょっと待ってね俺も言いたいことい,いっぱいある。で、すごいやっぱ、いつもみんながさ、俺が金かけてさ、いやいや、お前がかける100万なんて、俺たちで言う2、3000円だろみたいなことを、あのー、言われるんで、ちゃんと今月の。 お小遣いもうすでに全部使った状態で1円も負けちゃいけない状態で今日は僕は長谷さんじました嘘じゃないです今週しっかり無駄遣いしてきました感じ悪いぐらいあの無駄遣いしてきましたなんで今日は本当に星賞まず皐月、えー、キ賞あのね驚異の末足でもう最強の勝ち方をしたこのソウルオリエンス まあ、あなたたちの言いたいこともわかります。言わずもがな。まあ、わかりますよ。そして、このスキルビング。2400、芝2400を2連勝、G2 のね、重賞。芝2400を2連勝してきて、ルメールが絶対にダービー勝つぞって。言った、スキルビング。で、まあ、ファントムシーフよね。 言わずもがなもう。サツキ3着のファントムシーフ。まあ、あこの3頭が、まあ、中心になって、まあ、あタスティエラも強いか。サツキ賞2着だからね。まあ、あこの4頭。まあ、あぶっちゃけこの4頭ぶ。ぶっちゃけね。スキルビンク来ない。いや、あのねー。 そうとも限らないと思うんだよね。俺はだよ。ソウルオーリエンスエンス,スキルビングファントムシーフの、S、3連服1点外50万だと思ったんだよね <laughs>。みんなどう思うそれかそれかそれか,それかスキルビングの副賞。でもさ、むずくない今回マジで。 これね、ソウルオリエンス単勝、まあ確か1.8倍って正直うまいの。だけど、怖いぜ。<laughs> 二等軸で紐増やす、俺も本当、そのそう、リバティほどは絶対信用ない。リバティほどじゃないよね。絶対。 リバティほどじゃなくないこの1.8倍に突っ込むのって俺相当リスクだと思うの。だから俺、リバティアイランドですらそれやめたんだから。この単勝に突っ込むのは、ちょっと、ないなって。あと、違う、スキルビング来ないぞ来ないぞって言ってるけど、怖くねルメールが絶対的な自信を持って、 乗り換えてきてんだぜ。怖いよね。そう、青葉上がり。2402連勝してきてんだよ。新馬え新馬戦、2歳未勝利2千。ゆりかもめ賞。まあ、一勝クラスで2400。ね、テレビ東京杯、青葉賞ってさ、これあんまりでもレベル高くなかったんだよね。賞味。 でも青葉バ上がりってえノーザン優先しただけかなでもにしてもさ3着には絡んできそうじゃないルメールに電話してみるでもそしたらルメール騎乗できないよでじゃまあ、でも俺,俺的には、ね、ソウルオリエンススキルビングは硬いなと思ってんのマジでこの2頭だと思うの俺でも3着はマジでマジこの辺ぐらいまであると思う本当にってなったら なったらだよ何するかって、一個しかねえだろう。副賞だろうが。スキルウィングの、スキルウィングの、えー、単勝リンクス、五、三十万。<laughs> またそれじゃんいつか負けるぞ、それいつかもずっと、俺ほんとに、今日十時に起きて、二ちゃんの競馬数でずっと眺めて、あいつらやっぱ天才じゃん。 ここ、マジで、ここを制するものが今年の、ね、競馬界を制するの。いや、青葉切れって言うけど、スキルビング切るのはマジでない。マジでない。二刀軸マルチ、うん。いや、そうするとさ、枚数買わなきゃいけなくて、あの、税金の絡みで俺は、かなり苦しむことになるので。俺今一番人気、市場主義。やっぱり、強い。 すごい、ね、あの、見、見た、見る目がある奴らが、いや、これソウルオリエンスは決闘的にももう、ね、機種的にも、強いっていう奴らがやっぱ勝ってるってことは、生まれんワイド。うん青葉評価するなら、11も勝った方がいい。うーん。ってなってくるだろ、どんどん。 まあでもここはちょっと、一旦除外まあでも正直さ、じゃあ分かった。はい。戦闘力のコーナー。<laughs> 戦闘力のコーナー。で、あの、オークスの時も言ったけど、ダービーってマジで内枠来てるから、 もう正直ね3連単もうい1点買うわこれ結構俺荒れずに来る気がするんだよね今回はあの普通にソウルオリエンススキルビングあとなんかみたいな全然あると思う1点ていうかその、まあ、この2頭を軸にしてはもう1頭いやー固定したらまたうわーってなりそう でも結局3連単って広く買わないと当たんないからさ。ピンポじゃ当たんない。いや、単勝100万はまじ今回絶対しない。もう絶対しない。リスク高すぎる。4等ボックス <laughs> ?24 通りだっけ四等ボックスって。4の会場。資産二二十四通り。2万円ずつ買って。 20えー48万一番人気が来た時だけが見るのかまあ、三連服にしようソウルオリエンススキルビングファントムシームの三連服だったらあり戦闘力のコーナー昨日来てたんだよな こいつ結構当てるからな、マジで、えー。ベラジオペラ、112、強。スキルビング、113。ホーオービスケッツ、103。トップナイフ、109、まあ。ソウルオリエンスが11、117。湘南バシット、108、えー。フリームファクシ百113。メタルスピード、107、えー。グリューネ・グリーン、106。シャザーン、111。ハーツ・コンジェル、109。まあ、オーバー2着ね。タ,、えー、タスティエーラ、114、えー。ファントム・シーフ、111。 シーズンリッチノッキングポイント107パクソ・オトンマイカ、えー、マニカ107ドライレーで109サドノ・グランツ110まあソウルオリエンスえタスティエイラをそんなにああまあでもそうだよな結構拮抗してるよね、まあ、この人のあれな まだ、だからもう、<laughs> 買わないのが正解。リアルに言うと。で、俺は結構硬く来そうだなと思ってるけど、これマジで今回、皆さん買わないでください。で、俺思ったの、価値に行くんだったらやっぱり、 いや本当に手がく勝ち行くんだったらソウルオリエンスの副賞なんだけど1.2倍から3倍いやあのね面白くないとか面白いとかはどうでもいいんだけどリスクに見合ったリターンじゃないんだよね本当にただ ねえあのー、枠もいいし、まあ、おそらく来るであろうと思ってるんですよねいや単勝かちょっとねあまりにもいや僕 買いいはしないかなか3頭目が決まらん、まあ、4頭5頭ボックスで買うんだったら1着を2頭で固定してなんか広めに買った方がいい気がするんだよねいや分からない,いや3連複いくか今回ソウルオリエンススキル スキルウィング、ファントムシーフの三連服。<laughs> いやーでもた、たたスティエラとか超えのなそれでさ、一等一点でしょ、もう。一 <laughs> 点外でしょ。一点50万でしょ。三連覆なん、いくらつくいや、四等のえ、だったらさ、どっかの副賞でよくない 10倍500万100万かけたら1000万じゃねえかよ1等固定して3連複。あワイドうん確かになまあ、ちょっと考えよう 生まれんでいくマジで <laughs> 生まれんでいくそういうことし始める俺協定やっててさ生まれんやりあのなんつうのその,そのー生まれんやり始めて勝ったことないんだけど生まれん二頭買いしていいそれおり生まれん二軒買おうから、50万50万 <laughs> あー生まれんいくんだああ いや、生まれん怖えなぁ。生まれん4つで25です。うーん。馬 <laughs> 単2点買い。<laughs> いや、2倍以上つかねえからガミルじゃねえかよ。1万人聞きたら。<laughs> ガミルだろ、そんなの。ちょっと重めに買うってことソウルオリエンスを。まあでも当たるよ、多分。ソウルオリエンスか、 あーでもだタスティエラそんなに都合いいんだ。馬単付きか馬単たんつくか馬単たん5.7倍からちょっとあんまりオッズ見たくないけどオッズ見ようか大事だから。 と5一番安くてあ6倍つくんだいやむっついマジで。 むずくね ?20 のワイドいかがですかうわ、ありはありやな。<laughs> ありはありやな。<laughs> 11倍、12倍。<laughs> 3連単の人気順20番までありやね 結構、そのいやソウル頭固定マジで怖いぜあ、まあがみるはがみるねあの上の方来たらがみるね多分ねいや2万円ずつかけたらがみらないわ20倍ついてるから。 でも、ご万勝ち。いや、でもそういう小,小さい価値を積み上げていかなきゃいけないよな。いや、上の方だけ重めでかけるのは嫌だ。別にトントンでも最悪いいから。今回勝ちに来てるんで。で、毎回毎回、なんかその、大きい価値を狙ってると絶対に無理だから。三連単、三連単人気順、 20点がいい。各3万。60万。いや、20点だったら5万いきてえな。524。100。いやでも荒れたら終わりだもんなえ、パドックは見ねえよ覚えてないんですか去年の3月の大阪杯。 F フォーリアがもう全員盛り上がったよねなんだこの馬体はえ ?3 歳から4歳の3ヶ月でそんなに筋肉パンパンになったのとんでもない筋骨隆々で現れて実はうんこが詰まってただけなんだよ。で、スタートと同時に隣にいる美女に目を取られた鼻ゴーンと当たって鼻血,血だらけになりながら、便秘の馬が9着になって俺100万負けたのね。それ以来俺は、 俺もパドック見ないって決めたの騙だまされない、俺は。見ない。パドック見ても分かんない。 で、ポタポタあの、配信がポタポタしたらポタジ買うみたいなこともしません。え、でも、ソウルオリエンス、なんかその、ここ3ヶ月、あ、じゃあ、サツキショーから今回の日本ダービーまでのソウルオリエンスの体の比較みたいなツイート見ためちゃくちゃ筋肉がついてんの。素人でもわかるぐらい体変わってんの知ってるあれ、やばくないバッキバキなってんの。 いやもう、その、光沢じゃなくて筋肉の形がもう変わってんの。で、あれも、もしかして高須院長みてえに、脂肪がそうやって見えてるだけかもしれない。体重増えてるべ。多分あれ。10キロぐらい増えてるでしょ。高須のさ、脂肪加工が、もしかしたら、奇跡的に、で、わかんないから。我々は。 マイナス2キロなんだ、あれで。えー、減ってんので、今回の会場っていうのが、さらに最後の直線長いから、まあ、普通に言ったらソウルオリエンス勝つんじゃねえか。でもタイトルホルダーで俺はもう学んだんですよ。怖いぞって。で、俺は、 しっかり勉強して勉強して、勉強して勉強して分からなくなったの。で、枠取れなかった。どうすればいいのって。今日9時半に目覚ましかけて、うん、ずっと調べてたんだけど、より、今、競馬という受海に迷い込んでます。で、一応、まあ、スキルビングの副勝かなって思ってたんだけど、やっぱちょっとそれも怖い。やっぱ、 結局なんかルメールの安城ルメールの安心感ってすごいあるけど毎回毎回それやってたらいつか絶対負けんだよねで本当にルメール買いたい単勝はちょっと買えない言って多分頭一つ抜けてるからソウルオリエンスって協定はやらない協定は本当に300万負けるからやらない こういうノリでやってたら、競艇ってもう、もうパン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  <laughs>、いろんなところで <laughs> 出てくるから、<laughs> 競馬が一番いい。<laughs> 青葉ローテは怖い、まあ、そうだよな、ほんの1か月前。でもルルメーのの今回の地震 ソウルオリエンス陣営、負けたら他の馬を褒めるしかないぐらい仕上がってる。<laughs> えぇ、ー、単勝行くのソウルオリエンスに。俺、これ怖いぜ、怖いぜ怖いぜ、これ。いや、抜けて強いんだけど、怖いぜ エフフォーリアの時もそう言ってました <laughs>。<laughs> マジでファントムシーフクルー。うーん。で、わかんない。でも買わ、買わないにしよっかな、俺。<laughs> マジでわからん。すべての未来が見える。なんか、大荒れに荒れる未来も見えるし、なんか、すっげえ硬い未来も見えるのね マジでいや俺去年の安田記念買わなかったからねそれででもやっぱ言ってソウルオリエンスだと思うんだよね <laughs> 今年回収率1ン0のものですたタスティエラからいきますおー 加藤さん、ソウルとスキル買うなら、えー、枠連にしましょう、えー、生まれんの25のオッズ4.1だけど枠連で13買っても4.1倍つきますうーんやべえ今日馬ログに聞いてね毎回聞いてんだよねえねえ亀井君何が来るっつって <laughs> やべえ亀井チャレンジしてね2ちゃんのまとめサー見てたずっとそれズルもしてるんですよ <laughs> てたうーん過去サツキー馬で3枠 <laughs> 何,時見ろちょっと何時の情報教えてくんない やべえもう3分かんねえマジで謝罪福祉100万意辛つらいつら <laughs> いつらい過去つき商馬で3枠5番引いた馬は全部三冠馬になってるうんデータ的に内側も有利だしな <laughs> ルメールがスキルウィングはイクイノックスと同じでダービー勝つと言ってる。とてつもない自信を伺かがわしてるのね。ただ、それを差し引いてもソウルオリエンスが、やっぱ、ちょっと頭一個抜けてる。単勝でタスティああ、スキルウィングに行くことはない。俺はな。 単勝スキルビング、マジで絶対め、やめ…絶対しない、絶対しない。いや、勝つかもしんないけど、うーん。<laughs> うーん。<laughs> 自信ねえやつは、ダービーにそもそも出ない、正解 <laughs>。 <laughs> 正解どうしよう <laughs> 何 G はソウオリエンスとシャザンの二強うんい,やいくらかけるかもマジ,マジで決めてねえよ分かんないマジで ワイド2軸で考えたらおっずいワイドでいくか今日うんたまにはえ15時2025分までには買います 副賞にしとけ、今日は荒れるぞ <laughs> <laughs> お負けたらアメグレ流して号泣するわ競馬で負けたっていう気持ちとアメグレの相乗効果で泣くわ今日マジで負けられないからな正直前回負けてもめっちゃけ大丈夫だったけど今日マジで負けられないからタスティエラの単勝とソウル,エルソウルオリエンスとの生まれんワイドこれが当たりやすくて回収率も期待できるあ 121214のワイドなんで負けれないのちょっと無駄遣いしすぎちゃって一回タバコ吸うかタバコ吸って落ち着こうかいや 負けられないなら最初がすんなバカ負けられないときにやる競馬が一番面白いだろうじゃあ入金しよう入金しよう一応100万入金し,しとくね100万以上は絶対使わない100万もとんでもない額だけどな一応ね入金指示 一十、百千万、十万、百万。でも、今回、そんなかけないよ。マジで。え、なんで、入金指示。一十。あ、オッケー。いった、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 いっ,っ,った。オッケー。とりあえず百万入った。 ルメル、スキルビング G1 ホースだと思います。自信あります。20のワイド50いかがですか見てみようか。20のワイド50。<laughs> あー え、なんでそんなシャザーンをみんなさ、評価してんの ?58 ワイド、あの、あ、メタルスピードもなんだ。え、ちょっとなんでさ、パドック見てないえ、なんでパドック見てないか教えてあげようか。ねえ、去年の3月の出来事です。去年の3月の終わりの出来事です。とあるとてつもない馬がいたのね。エフフォーリアっていう。 で有馬記念3歳で有馬記念勝ちましたそう3ヶ月後もう誰しもがねとんでもなく期待したのもう絶対1位だと3歳で有馬記念勝ったんだよほんでそう3ヶ月で体がバッキバキに仕上がってたのね体重もちょっと増えて俺聞いたの「え体重増えてるけど大丈夫なの?」バカを言えとそのね体重っていうのは成長してる分なんだとこの筋肉を見ろ腹回りの筋肉を見ろってうあ確かにパンパンになったら比較の動画を見てね パンパンになってんなと思って見たら、蓋を開けてみたら、超早熟で、あの、うんこが詰まってた、お腹に。で、高須院長みていに、シックスパックをただ、ただ、うんこがシックスパックに詰まってただけだったのね。20キロ、うんこが。それで、俺は、パドックは見ないっ決めたの。俺は騙されないよ。 そんでもうちょっと若干この下からの,あのヤンキーみたいにゲートインしてパッて隣にいた美人に目を取られてうんこも詰まってんじゃんほんで目取られてあのゲートに鼻ぶつけてもうは鼻血を V の字に出しながら出したのドラゴンみたいにで9着で俺100万負けたしかもその話には続きがあってそこで勝ったポタジに一生苦しめられて年間100万負けたポタジだけで。 どうせ100万かけるんだったらポタジェの副賞に20万かけようぜっつって勝った馬にも苦しめられ負けた馬にも苦しめられたいまわしきあれなのね大阪杯なのだから大阪杯俺絶対二度と二度とかけねえって決めたので、パドックは見ない <laughs> ワイド行くかちょっと待ってね。えー、っと、五二、二五。 2.3倍25ワイドに2 0 2ゼウ <laughs> 人気順のワイド <laughs> だったらもう生まれんでいいだろ <laughs> 一番人気ワイド <laughs>。横山緑街 <laughs>。え、でもさ、うーん、あわ,わかんねえ。だって、わかんねえぞ。上位3着のうち2着なんて。ワイド行くならソウルオリエンスさせた方がいい。もうそんなの余計わかんねえよ。誰が来るかなんかわかんねえよ。 五2の馬とんでいけ <laughs> うーんいや生まれも怖いぜ本当に一番人気 <laughs> いやわからんまぁ、あ、ソウルオリンス、まあ、5を買うとして生まれ生まれんだったらね 5を買うとして、ソローレンズ絶対買う。ソローレンズ復賞100万。<laughs> おい、せこせこ20稼ぎに行くか。俺でもマジでそれで負けたら本当に手出るよ。 一番人気副賞厚い銀行員掛けみたいなし、して、負けたらくっそ、一番腹立つからね。マジで、本当にぶん殴りたくなる。マジで。マジでぶん殴りたくなる。でも3番以内にはマジで来る。一番しょうもない負け方。配信としてのリスクもでかいのに。 本当にお気に入って、このソウルオーリエンス副賞に百0 0万かけて、これまあ1.2倍でしょ ?20 万。で、100万かけて20万稼ぎにかけねえんだよ。 5,11,12,13,14,15のワイドボックス15点。最大628倍。おー、待ってな。えー、っと、出走馬。まあ5は買うとして、11,12。えぇ、ー、ああまあ、スキルビングが来ないぞって。あ、まあまあ来ないっつっても、まあそっか、3着に入ればいいんだもんね。 ソウルオリエンス3着以内なら3連複軸1等流してかいわないかーんいやーでもルメールも来るぜ3着以内には入るぜなんだかんだでってことは2着二等、ま、決まってんだよえワイド一番人気 2>, <laughs> <laughs> 2倍 <laughs> ってなるじゃん <laughs> ってなるじゃん 1470のワイドボックス間違いなく当たるえー、何それじゃあお前買えばいいじゃん間違いなく当たるんだったら1億ぐらいかければいいじゃん <laughs> ソロオリエンスの副所に1000万 <laughs> え、そしたらさ、あの、美容、あの、美容院に試した感じで使おうかな、そこで。<laughs> それやり始めたら、いよいよギャンブラーとしての資質があるでしょ。いよいよ、ギャンブラーとしての,そあの資質に目覚めてない。使っちゃいけないやつに、あの、手出し始めるみたいな。<laughs> わからん。一番人気のワイド一点かい100万。<laughs> 行くか一番人気のワイド来るよ賞味いやー、スキルビング来ない気がしてきた、そんなこと言うからもうもう絶対嫌を買おうかな、ソウルオリエンスの副賞100万ルメールだぞお前なんかにもう中指突き立てられたのね。写真だけ送られてきたの、こうやって。 これが答えだってお前らなんかにいっていやごめん副賞買うならスキルビング買うわ俺はもう決めてた正直決めてた副賞買うって決めたらスキルビングって決めてたので。 マジで。でも、マジで3着と4着の花さんみたいな戦いになるので。マジで。マジでね。本当にそういう戦いになる。 パドックガチ勢です。よく見えたのは1256101218ですまあまあそっか青葉ローテは本当に当たってない <laughs> 馬忘れて騎手でかえじゃあだったらもうスキルビングじゃねえかよ まあ g はなんだからな。マジで負けたらチンポ出すからシャザーンとタスてエラのワイドにしてくれ <laughs>。や,やだーやだーやだーやだ やべえ、わかんねえ、どうしよう、マジでわかんねえ。オークスもわかんなかったけど、マジでわかんねえ、もう、どうしよう。どうしよう。何分まで帰るごめん、ちょっと待って、何分まで帰る ?30 分まで帰るよね。ちょっとごめん、ギリギリまで粘らして、今回、マジで。 ちょっギリギリまでん30分で絶対買うから待ってソウルオリエンスは下痢してるマジかよ <laughs> いやうんこ系は俺結構信用してんだよね ね、ちょっと俺決めていいソウルオリエンスとスキルビングの一番人気ワイド100万。<laughs> いや、来るでしょソウルオリエンスが3着外れるんだったらもう絶対ありえないで、スキルビングもはも,うもう、もう、もう、機種買い2倍 生まれん。いや、あのね、俺ソーラーオリエンスは信じてんだけど、スキルビングをそこまで信じてないから、生まれんは無理で。3着4着だと思うんだよね。本当に。マジで。本当に三着,着つまらんかけ方すんなじゃあ、てめえがかけろ、勝手に。ギャンブルにつまんねえもつっつまるもんねえんだよ。金かけてんのは俺なんだから黙っとけ。素人は。なんだ、つまるかけ方って。負け犬が。 楽しいかけ方して負けとけよ。俺はつまんねえ勝ち方で勝ち上がってくんだよ。<laughs> 俺、競馬で暮らしてんだよ。俺は。つまんねえかけ方でてさ、負けるぞ。<笑><笑>じゃあ、何かリスクがあって、あのワイドの一万人気外した時の精神的ダメージ、マジで半端ねえの。嘘だろって。 日本刀で切られた俺日本刀で切られたことあるんだけど日本刀で切られた時と同じぐらいのダメージすんのねいやスキルミング副賞マジでねえなソウルオリエンス単勝もマジでねえわかんねえんだあーかる待って最後にちゃんソウルオリエンスの2000もう一回ちゃんと見よう いやでもな条件的にはソロオリン作るんだよなでも1着なのかっていう謝罪で3分連服いやもう連複系はもう遅い生まれんとワイドで50万ずつ <laughs> 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 でもまたさただのそれあれじゃねえかよ <laughs> それただのス,スリルじゃねえかよお前どんどん1着と3着であまた10万円買ったけど あの税金で負けちゃったってなるじゃん。 いいい加減してくださいソウルオリエンス復唱100万でいいじゃないですか分給二20万の何が不満なんですか <laughs> 大阪杯を思い出すな嫌な予感がするな俺ボバってなんか やらかしそう。<laughs> うわ分かんねえ13の枠四4.1倍やべえもう時間がね あー、スきーブ、うーん。え、枠れ、あー、枠れん。いやー、怖えな、それ。1、3枠れん読んで。まあ、そっか、ソロレンス,ス。いや、でも、ごめん。この、湘南バシットと、ベラジオオペラ、いらねえから、買わねえから、どっちなんせよ。枠れんはない。かな。 だったら生まれにん買うバシッとくるやべえまだ買ってないマジで今本当に。 いや、時間はあと10分あるから39分まで変えるからいやでも分かんねえええあと2分なのえ三30分まで ?37 分ぐらいだよね <laughs> だよね30分に決める 俺の締め切りが30分。いや、入金はもうしてる。あと、<laughs> 一番人気伏場 <laughs>、えー。ええスキルビングこなそうわかったいや決めました 僕はルメール死にますスキルウィングの副所に100万うるせえ決めた <laughs> <laughs> ー苦しいな苦しい戦いだなこれあぶね単短回会だった ルメール信じる。百千万、十万、百万。東京のルメール信じる。一、十、百千万、十万、百万。ええ、なんで、副賞なんでこんな買えないの百千万、十万、百万。あ,あ、そっか。五十万を二回か。百千万、十万。 千万万万、万、万千イエス勝っちゃいました <laughs> いやーおば組怖えーなリスクだけどやっぱうーんあーたまんねえこのたまんねえよたぶん大丈夫だと思ういやビビってるめちゃくちゃビビってる何倍 1.8倍ぐらい1.3倍 <laughs> いやもうちょいつくでしょ1.4倍 !?1.5 倍。 いや、ソウル単勝はちょっとごめん。無理。副賞1.4倍。まあまあまあ。いける。えっと、JRA の公式で。あ、皆さん、あの、また例のごとく、ラグがあるんで、多分皆さんのほうが、多分30秒ぐらい。あれ、どこ見るんだっけ視聴方法。 東京11日違うえー日本ダービーえーなんだこれどこで見るんだあれどこで見るんだっけ ?JRA ネット中継レース情報からレースライブあると レース情報、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 レース情報。水れーこれ、返させよう。いや、これね、ちょっと、単勝が、単勝、ま、多分、来るけど、右上のレースライブ。え、ここだよねどこ外れ馬券は経費にならないよ。当たり馬券だけ。 必然的に、この、狭いところにドカッと行く掛け方になんよ。出馬表。東京じえ、東京。負けたら目黒記念で、取り返すしかねえな、マジで。負けたら目黒記念で、取り返すしかねえ、マジで。でジで何のデータもない目黒記念に行くしかない。 スキルウィングの副賞100万円いやまず連勝で勢いつける連勝で勢いつけて宝塚に乗り込む俺はいやあのね単幅半々みたいな買い方はちょっとだけねちょっとやめさせて今回8020で買えば多分 ジャスト帰ってくるんだけどあトントンなんだけどいや安田記念もちょっと今は目の前の今年の安田くそおもろい <laughs> スキルビング復勝1000万いきます <laughs> 帰ってこい生きて帰ってこいよ <laughs> 生きて帰ってこいよ 俺、これ、これ、結構、あれだぜ <laughs> 自信ないぜ、めちゃくちゃ。<laughs> めちゃくちゃ自信ないぜ、俺、これ。<laughs> めちゃくちゃ自信ないぜ。だったら1000万かけられるんだったらソウルオリエンスの副書かけたわいいよ、200万かつんだから。オッズ下がんない、下がんない。 1000万ぐらいじゃ多分おっと下がるまあ、0.1下がるかな下がんねえんじゃねえ。言って100億、200億はかけられてるはずだから。ダービーなんて、有馬記念だって700億ぐらいかかってんだぜ。変わんねえよ。1000万ぐらいで。1億かけたら話別だけど。1億かけらんねえべ。な馬に。300億ぐらいかかってんじゃねえ。 そのうちの25%は勝手に、あれだぜ、農林水産省に流れてるって思ったらさ、腹立たしくない ?75 億だぜ。返してほしいよね。この100万もし外れたら俺返してもらうわ。いや、それ返して普通にって。終わってない返してくださいって。正式に言います。岸田の息子、え、岸田さんの息子さんに1300万払ってますよねって。そういう荒れること言ってくからね。いや、本当に返してくださいって。 息子さんが何してたんですかあんなことして1300万上げてるんですか俺マジおそういうこと言うよ本当に今回ばっかりは。 俺しもうこれ負けたらあの森林なんとか税払わねえからな俺。これ100万円に達するまで。ということは1000円だから1万2000でしょ年間。ということは俺80年税金払わないからねその税金だけは。政治批判系の YouTuber になってくからね。払わないよ俺。いやーもう俺80年分払ったんでスキルビングでって。 やめられねえこれだからやめられねえこれだからやめられねえんだマカオなんかにマカオに行かなくてもこんな気持ちが味わえるなんて最高俺マカオでバカラで240万一撃で負けたことあるんだねだからやめられねえよなこれ日本のさこのちっちゃいさこの三匹を一間の ねここで疑似恋愛できる素晴らしいよねきたもう動画流れてないまだ今こんな感じ 俺、ルメールも、でも、やっぱ、返してほしい、この100万。いや、返してほしい。もう、返してくんねえかな。ね、返してくんねえ、引き分けていいから。俺、今回か、か、か、返してくれ。返してくれ。神社 ちょっとじゃあみんな行ってくるファンファレかオッケーえ俺流れないよまだなんで合ってるよなちょ合ってるよな俺な合ってるよねいやテレビでは見ないよし来た行ってくるみんなえごめんね音これ聞こえてる俺の配信の音 聞こえてないね大丈夫だね OK <laughs> よし 戦の時です東京競馬11レースいい実況あーもうみんなスタートしてんだろうな まだゲートインしてないうわーソウルオリエンスすげえこれ一着だよ <laughs> これ一着だろうなソウルオリエンスさあゲートイン完了5番ゲートに入りました 2400m 馬場良好 いや,いや向かい風そうだな現れるんでしょうかさあ第90回日本旅ゲートにかれよセッター出しましたー あぶねえ落馬したあぶねえ頼む頼むまわるくないち。 悪くないし悪くないし頼む <laughs> 帰ってきてくれ俺の100万円帰ってきてくれ <laughs> いい位置だなソウル信じてるぞメール攻め0 0が1分0秒 おい信じてるぞルメールお前の発言は俺は <laughs> うわーめっちゃいい位置ソロオリエンス役場大丈夫すごい逃げまあそうはそうはトンやお下ろさないさあ攻めた残り攻めたらもうみんなは決着してるんでしょうか いやいや外側回されてるけど、スキルビンク1位よ。さあ、大ケアキの後ろ通過早めに仕掛けてるいやいや、お、そう、大外ぶん回されてるけど、大丈夫行け大場組いじみせろいじみせろいじみせろ ちょ、マジで頼めおいお前ほんとにてめえ税金絶対払らねえからもう何やってんだおい 頼む変えてな。変えてなくあってくれ。頼む。購入失敗しろ。頼む。購入失敗してくれ。頼む。マジで。購入失敗してろ。マジで。頼む。購入失敗し,してろ。変なミスで。わずかな希望裏信じる。マジでな。無限の可能性ってやつだ、これが。 失敗しとけ紹介メニューで失敗しろ購入失敗しろ間違って出す t

はっきり言います。こんなね、馬に走らせて、ね、大金かけて、馬鹿のやること。キモい。競馬ってやつみんな。今から岸田の息子の悪口言い続けるわ。マジで。ありえねえだろ。普通に考えて。 この金の25%は岸田の息子に言ってんだよ俺のアイコス買ってこいよじゃあうんこのこの100万の動画はこの100万円はあの岸田の息子の悪口を動画にし動画にして稼ぐわマジでね決めた 絶対回収するマジでねそ政,治政治系で回収する本当に決めたいやもう決めたマジでも政治系の動画で回収する政治系の動画の切り抜きで回収する1本目が増税二本目が1本目が岸田の息子2本目が増税 ああ参院選に出馬してそれ,それで回収しようかな <laughs> それしかないでしょう衆院選出るかもしんない回収しなきゃ JRA から。でもさ、冷静に考えたらさ、そしたら俺が国民から搾取する側に回るだけでさ、結局国庫を潤ってるじゃん。俺そっから取りてえよ。意味ねえだろ、そんなの。第二、第三の俺が生まれるだけだよ。 JRA をぶっつぶすとさてろ <laughs> なんかそしたら競馬ファンから殺されそう <laughs> 何言ったんこいつっつってそうなんだ有馬記念でやめなかったんだよもう天皇賞春がいけないんだあれさえやんなかったら俺は競馬を引退して 繁盛にリーリー売ろうかなそろそろ。<laughs> 繁盛から200万円で買ったリーリー繁盛に500万,500万で売ろうかな 目黒記念できねえわ苦しいしかも美容院の,あの席数も今1個減りました4席です5席だったところが1つずつ減ってきます4席 リッチも悪くなっていくどんどん三 <laughs> 席にして目黒聞いて険で取り返す <laughs> いや負けた <laughs> お前1日200負けたら立ち上がれねえよ俺 <laughs> 立ち上がれねえよみんなやるもんじゃねえな競馬なんてな分かってんだけどな 嫌な予感がしたんだよ今日ああ俺今日勝てねえなっつって今日やな予感したんだよねマジでやるべきじゃなかった <laughs> いやーまあでもしょうがないこれは <laughs> 競馬するやつはみんなそれ言う <laughs>。 俺の三連服二等軸信じてほしかった先週もやけどお前を信じることができたらな。 これ YouTube でや,るや,ってやってるやつ負けたらスパチャもらえるのずるくね。<laughs> 他人なんかどうでもいい。俺が負けたという事実が苦しい。ただそれが苦しい。 目黒記念ね、2番人気単勝に20万で取り返すことができます。<laughs> え、でもそれマジで負けたら俺、本当にしばらく岸だ批判するよ俺。やめよ。そんなんでポタジェで俺は積もり積もって負けたんだから。 フクションしなかったんだよくそーでもどんどんもっと不幸な不幸自分よりもっと不幸なやつを考えよう山川穂高おそらくクビになるから年俸3億4億俺は100万負けたけどあいつは多分来年4億5億なくなるから俺の方が全然幸せじゃんもっと考えるそういうこといっぱい プラスのこと考えろ。すごい気軽くなってきた。だってあいつは4億5億失ってんだぜ。FA でソフトバンク行ったとして絶対5億はもらってるはずじゃん。その5億がなくなったと考えたら、俺の500倍だろ。俺は全然まだまだ平気。もっと言って。そういう系。 いや横浜みどりコロナ <laughs> 死にそうなわけじゃないでしょみどりさん向こうがマカオで350万負けた嬉しい俺より負けてる <laughs> 身近なやつが俺より負けてる ジギャンブルダソクが視聴者へって給料やってるよし今俺ルーフィーの気持ち分かったよみんながいるよーってもっと幸せを今のもっと幸せをかみしめろ俺 あれしてな、その幸せなやつのこと言わないでね藤波が全然活躍してないのに4億もらってるとかそ,やめそっち系やめよう自分より金を失ってるやつ自分より金を失ってるやつを見て心を留飲を下げようどんどん言ってくれ <laughs> ネイマールがポーカーで1億負けた <laughs> XQC もオンラインカジノで7000万ぐらい負けたよな <laughs> いやガセでもいいガセでもいいんだよ小林が1億もらってる そういうあれじゃなくても,もっとなんか。 買ってた会社の株が倒産してパーになったぞ500万だ <laughs> <laughs>。 親父が死んでビルを相続するようになったけど親父の愛人に全部持ってかれました <laughs> 俺もお父さんの相続を放棄してたけどもらおう <laughs> お母さんの遺産がお父さんに相続されたので、ね、俺もらうわ決めたもらおう俺も半分権利あるしお姉ちゃんに全部あげようと思ったけどもらいますだったらえ待てよこの出来事が起きたおかげで お母さんの遺産が俺入ってくるわけじゃん。ってことは、実質プラスじゃない俺。俺プラスじゃね増えてんじゃん。この出来事きっかけに俺はもらうという決心をしたんだよ。 岸田の息子と同じ思想になってるもう岸田の息子も許すから俺の100万返してくれよ 大王政治の社長は2010年からえ2011年9月までかけて総額100億を超える金銭、正確に106億円を不正に引き出してカジノに利用した。ちなみに同じカジノに俺も行って、まあ、240万負けました。大王政治の社長が行ってたあのマカオのカジノに俺も行って同じカジノで240万負けた。10秒で。二度とこでと思った。3ヶ月越しって50万負けた。1秒で。 仮想通貨500万買ってたけど今みたいに47万だったちょっとサ <laughs> ビットコインとか買おうかなこんなくったらでバカみでやってんだったらどうせなくなんだスケバンとか当てれんだし理由は馬が日本語喋れねえからだ馬が日本語喋ったらお腹の調子どうだ前世紀の長嶋茂雄みたいなお腹の調子どうだ前世紀の長嶋茂雄があねえあのー、なんだっけ佐田岡に話しかけるみたいにさどうだ ソロレースおなの調子どうだいいか洋服着るの初めてか洋服着るの初めてか <laughs> 誰でも儲かるポケモンカード投資始めませんか千場始めた結果26万負けず劣らずしました。お前もう負けもう多分負けてんだろうな脳がもう溶けちゃってんじゃん。日本語喋れなくなっちゃってんじゃん。服着初めてかどうだ東京は。すごいか東京。服着初めてか この時間何なんですかちょっと触れないで置いていくもらえる <laughs> ちょっと今は触れないでこの時間何なのかっていうのは触れないで一旦一旦ね投げ銭待ってんの今 <laughs> 今,今投げ銭待ちかわいそうな自分を演かわいそうな自分を演じて投げ銭待ってんのこれ得意だから俺ふと客って言いながら 1>, 1万ビッツ以上からしか俺あれだからだ読まねえからな <laughs> こういう時にねあのね何がいいかって絶対にね あの、競馬系ユーチューバーが、ソウルオリエンスの単勝に500万とかかけてるやつがいるので、それ見て留意を下げる。マジでね。お前の方が負けてるんだって。リツイートしようかな。しょぼっつって。ダッサって。お,おすすめに岸田上げてくんじゃねえよ今、センチメンタルなんだからや すげえ笑ってた、これ。え、これ、俺から巻き上げた100万で笑ってるだったら、マジで許さないよ。え、この笑顔ってさ、どういう笑顔ことと次第によっちゃ、俺、マジで政治批判系 YouTuber になるよ。おかしくない岸田内閣、子供がやる年収850万円以上の世帯に対して、扶養控除廃止で実質増税へ。 金ねえんだらあの時の顔してる岸だがもうそんなら一旦置いといて俺の100万返せよとりあえずいいからもう増税とか難しいかよくわかんねえから一旦まず俺よかった今回負けた俺だけじゃ,じゃ確かにみんな悪いから今回負けたやつ全員返金しよう <laughs> いや相続税は上げないで俺相続するって決めたから 決めた俺、マジで決めた。お母さんの遺産をお父さんが全部、いやいや、お父さん全部もらえないよって相続してもらったのね、お父さんに。で、お父さんが死んだらさ、なんか幾くばくかの資産があるわけじゃん。それを、俺、そういやいや、お姉ちゃんもらえないよって言ったけど、もう急に今日から半分ちょうだいって、こういう顔で言うからね、岸田みたいな顔で言うから、ね、増税してる時の岸田の顔で言うからね、いや、無理ですって、いや、僕にも権利あるんでって。 ごチャンネルお前のアンチセルでひぼうちしてるやつら売ったら一人100万もらえるから、何十人一千万くらいもらえる。 相撲さん7万買ってるじゃあその7万俺もらうわなんでだよえ欲しいからだけど何言ってんのお前欲しいからだよそれ以外にある 当たり前でしょ。競馬どうなりました？あ、競馬ってあの馬走らせてやあのあれしてるでしょ。あの金かけてるバカどもの集まりでしょ。バカどもバカどもバカの集まりだよね。あんなバカの集まり俺見たことないんだけど。 ブラシュゲミング3人組にしろ <laughs>。<laughs> うん。<laughs> ああ。お前絶対下痢情報に惑わされたら、うん。いや。 シンプルに迷いが出たもう迷ったね今回は勝てる気がしなかったね今回ずっと弱気だったなまあでも勝つ時もあれば負ける時もある負けた時にやっぱダメージを負うのがやっぱギャンブルだからな母校も苦しかっただろうな350万負けて 剣が正解だったなルメール信じすぎたわやっぱオークスあんま迷ってなかったもんな僕は案件受けふふふふふ これもうカトキン出そうかな。味噌、味噌。味噌純一出そうかな。味噌純一。 一杯、まあ、4000円ぐらいかな。案件けんこくら100万ぐらいするだろう。めんどくせえじゃんでも。受けんの大変じゃん。 なんかでもだんだん立ち直ってきてる別に100万減っても俺は今健康で口座のその何ていうの見,見せかけの数字が減っただけで別に俺はだってさ俺というこの物体は何も変わってなくない俺という物体はどう俺という物体は何一つ変わってなくない 俺の知らないところでそのスコアが100万減っただけで俺という物体は何一つ別に1時間前と変わってないわけじゃんただ口数が減って老けただけじゃん ただ一しく吹けて、口数が100分の1になっただけじゃん。コード見てみろ、やだ。<laughs> あのびっくりするね。これ一週間、本当に見ないようにすんの。で、一週間後とかに金下ろそうって下ろしたときに、本当に100万円減ってるってなる。あ、本当に減るんだなって、こんな簡単に取るんだな、国はって思う。 ひでえ話だよ悪い国になっちまったなあんな,にしあんなに美しい国にだったのにパチンコの案件とか受けようかなどさまりしようかな俺全国ギャ週に1回加藤順治来店 一口100万円でどうですか来店。カトパチステーション。それから指定代ね。俺負けたくねえから。設定録入れなかったら本当に俺打たねえよ。指定代で、あのなんつうの、番号も指定。俺10番以内じゃないと怒るよ。 いや、俺以外のところに設定入れなくてもいい。別に俺のところ入ったらいい。バレ、バレないようにやれよ。その分巻き上げた金、金をどんどん俺にジャブジャブな流してほしい。 バウンディが加藤純一最強ってコメントを固定してた。間違って固定したやつでしょ <laughs>。それが本当に固定したか。俺は後者だと思ってるけど。あいつら見る目あるなと思った。でも加藤純一って名前使ったから使用料として100万円もらうけどね。さすがに。さすがのさすがにね。ちょうど、奇遇かな。奇遇かな、ちょうど。 100なんだよね俺の使用量って奇遇じゃない <laughs> バウンディ大学生です <laughs> <laughs> そんなのに分けそんな分けんだそんな若くして才能があるんだ 競馬とかもやらないんだろうね。勝つ次の競馬で二倍以上に五百万かければ負けと勝ち馬券の分、税金分でトントンぐらいです、ね。いや絶対やだ。 絶対やだ。やらん。もう競馬がしない。ほんなバカのスポーツ。 くー <laughs> 宝塚の郁恵のくせはないせまかきゃ信用ならんぜー分からんぞー 初心に帰って無人島行ってこいそうだな無人島の品種今決めよう今決めて無人島で金目のもの探最新するわ <laughs> 決めた海岸であの金属探知機持ってきから今もう無人島の品種決めようもう明日無理無理無理だってそんな場所も決まってねえんだもん 2>, <laughs> 2泊3日ね流木見つけて売るわ 八月七 <laughs> 月後半がいいな暑 <laughs> くて死ぬ 宝塚の次の日に行けもう負けていく気満々やん6月中、6月中に行くか6月中に行こう6月の平日に行こう <laughs> 島流しに合ってるじゃん俺 確かに梅雨はやめたほうがいいな機材的にいつから梅雨入りだっけえもう梅雨入りすんだ明日から梅雨入りすんの えリサーチしてないよ俺。無人島どこが空いてるかちょっとリサーチかけていい。 最近また配信者への誹謗中傷で300万円の賠償判例が出ました。え、な、誰が、だど誰にやったの<は>裁判にかかる時間もものすごく減ってきてます。そこから金巻き上げましょう。そうだな。誰、誰が、バーチャル YouTuber?2 時3時の誰 <laughs> 知ってる人俺 誰かは分かってないんだ。へえ。なんで V だけ金取れるんだいや、やってないからじゃない。俺たちが優しいからやってないだけでさ。<laughs> やったら V だけじゃなくて俺、俺、みんな取れるだろう。<laughs> 余裕で取れるだろう。意外と配信者って優しいからな。てかめんどくせえっていう。<laughs> めんどくせえじゃん。 会社がやってくれてんじゃね賠償命令じゃなくじだしたんだ個人情報さらして300万おお <noise> 値段抜きでお前と見てるのがガチでとてつもない金額になる奥なんて余裕で届く<笑><笑>あじゃあ何かあったら俺安心なんだ何かあったら俺安心だねじゃあねあよかった よかった。じゃあ競馬で100万負けても俺はちょっとひとまず安心だな。<laughs> ああよかった。二時三時のやつが中身について言及されて訴えたんだ。え、それ、ど、あのツイッターとかにちゃんでみたいな。顔をにちゃんで晒し,したから500万、あ300万。 うーんアンチ貯金みたいな感じなんだね <laughs> 貯金箱じゃんその場所にで美容いの <laughs> 時短金より賠償金の方が安いんじゃないわかんない。え、でも時短しなかったらさ、<laughs> いや、嫌じゃない <laughs> 金で解決した方がいいでしょ。前科つくぜ。会社組になっちゃうじゃん。今来た、勝っ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 た。余裕。 意外とね <laughs> <laughs> 岸田の息子分かったいぼう中傷がどうどこうのって見んじゃないかいやいや、刑事席に止まるんじゃないあのぬ 名誉毀損って刑事罰だよね多分ね場合によっては刑事罰だよなケースバイケースじゃないで顔出されたぐらいじゃ刑事罰ならなそうだけど 名誉毀損は刑事だし民事でもいいからああ民事刑事両方みたいな名誉毀損とは公然と事実を、えー、適時し,して人の名誉を毀損することで成立する犯罪です第230条公然と事実を適時し人の名誉を毀損した者はその事実の有無にかかわらず3年以下の懲役もしくは金,、えー、金庫または50万以下の罰金に処するだって気をつけてねみんなも しかもなんか今本当にネットって簡単だからね。マジで。なんかさ、法律変わってさ、あの、情報開示すっげえ楽になったらしくて、もう一瞬でできるらしいよ。結構早い、早い、本当に。マジでな。 すぐ捕まるよね、多分ね。配信出せる。日本旅敗北配布開始に行かれろ。いいよ。 誹謗中傷する配信者も捕まえてほしいがなぜか配信してれば許される不調あるいやそれはさ当事者同士の問題だからさ外野がとやかく言う必要でんだよな <laughs> 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 そんなことよりさ俺が競馬を負けたことを心配してくれよなあ そんなことよりそっちの方が今大事だろう 今、ストリーワ界隈の中では、好き嫌い .com というサイトでの誹謗中傷が注目されています。特にスタンスレッドと釈迦スレッドと河川スレッドの誹謗中。えー、好き嫌い .com って俺見たことある気がする。でも俺のスレッドが <laughs>、なんかなかったんだよねな。確かないんだよね。なんか <laughs>、めちゃくちゃすぎて、大元から消されたらしい <laughs>。 ぐちゃぐちゃすぎて大元から消され、荒れすぎて消えたらしい <laughs>。電動入りしたらしい。キムタクの <laughs>、あのだっけ、<laughs> ベストジーニスト賞みたいな感じで、1ヶ月ぐらいで消えた。電動入りした。 昨日キャバクラで給料ほとんど使い今日アリマあり金べて競馬に使ってしまいました友達の結婚式行けませんどうしましょう行くな結婚式なんて行くな それどころじゃねえだろ。傷舐め合おうぜ。な。傷。それか立ち上がってメグロ記念にかけてそれを取り返すかどっちかだ、ね、よ。<laughs> その二パターン。メグロ記念の一番人気のルメールにさらにプッシュして取り返しに行くか。 ここで、ちゃんと弾くか。弾ける男か弾けない男かっていうだけの違い。<laughs> ただ今俺ルメールの顔は見たくない。 お前の住所バレなど柿の木坂の家の内見動画 YouTube に上げられてもうてかもうもうこの家俺しか住んでねえ嫁すが住んでねえ中見てえか <laughs> もう空っぽだよ。空っぽです見たいっすか中今のうち寂しい姿だよルームツアーしたい いや趣味部屋は今そのまんま配信系は全部残ってるけど <laughs> 趣味部屋動かすの足りんだよな何地下室ってじゃあワインセラーみたいなのがあるんだよなうちあのー あ,あそこ何に使うんだろうな扉開けるとなんか、1畳、ん ?3 畳ぐらいのワインセラーみたいなとこあるんだよね。トイレの横に。地下じゃないよ。その平面だよ。あ、なんなんだろうねあそこ。理由がわかんない。物置部屋みたいな。 ちょ、ちょっと涼しい。あそこ何なんだろうな。そこで巣みつかってる。わしは地下に人間を飼っとる。 西洋麻雀より一日に一回だけポルノ見して今じゃあいつは壊れてその一日一回流れるポルノだけを楽しみに生きとるスミス今アジア大会の決勝出てるけど普通にそそのあれだよあそこから配信してるよ。 オフライン柿の木坂でやってるうちでやってるようちもう莫大な広さだからね東京ドーム1個分ぐらいの家あるからねあそんな狭いとこに住んでんだみんなえ東京ドームよりちっちゃいああトイ,トイレかなんかでしょそれがみんなが言ってんのって犬小屋でしょみんな飼ってるペットの話でしょ だよね、びっくりした <laughs> うさぎ小屋っていうんだ <laughs> うさぎ小屋に住んでんだ <laughs> うさぎ小屋おじさんなんだじゃあみんなは子供も屋おじさんじゃなくてうさぎ小屋おじさんなの お前の家の徒歩5本圏内にばあちゃんの家あるわすごいねここに持ち家あるってとんでもない高えだろ家賃持ち家だったらすげえぞ俺に売れよ100万で俺が売るからうさおじがめ目黒圏だからめぐるのあなるほど <laughs> ああ、確かに目黒記念なんで、目黒住んでる俺が買わねえの嘘か。神は俺に味方するはずだよね。天命か、これ。 ちょっと待ってちょっと待って一回見るわちょ,ちょっと待ってみんな一回,回ちょっと待って金量カリ一番人気ルメールサンデー 池添プラダリア30番でやる。 えなんでサリエラ買っちゃダメなのなんでさサリエラ買っちゃいけないの距離合ってないの外枠だし金量と距離 いやいや、プラダリア単勝30万ゼフ,フィーロで強いの副賞なんかしねえ ラライラックも強いえこれねレオの分 <laughs> いやこれあ違うあのプラダリアの単勝にレオかけるわ <laughs> なんだっけあいつかきょういの魂プラダリアの単勝にレオレオの魂をかける いや、なんでさ、なんでサリエラ買っちゃいけないのそんな。いや、でもそうだ。 最後までルメールで行け。うーん。 プラダリア単勝30万じゃ、今日トータル20万プラスで税金でトントンなら嬉しい。税金でトントンなんでもいい。もう、トントンでいい。もう返してほしい。返してよ返せよ リアも単勝うんー。 ライラックとプラダリアのワイドハ <laughs> <laughs> ちょっとやめてもう一回落ち着いてみんなお前らかけていや副唱。2倍つくんだいやちょっと待って待って 4六ワイドに30万あーありだねプラダリアは 57kg で2500持たないうん <laughs>

サリエラってさそんなさ3着も厳しい。 何買ったか聞かないでくれ。ちょっと待って、何買ったか聞かないで。ちょっとマジ悪い。言いたくねえ、おめえらに。俺の口、もうたった一人のサイヤ人で。いや、単勝じゃねえ。いくら買ったかもちょ聞かないで。頼む。 ちょ今はそっとしといて。 俺の顔だけで話していや買った金額だけは30万円 それはくまかけられたら、馬だってプレッシャーすごいだろう、馬の気持ちを考えろ、確かに。ちょっと俺の顔だけ見てて、みんな。 いや、単勝サリエ,エラでもない。単勝プラダリアでもない。とある馬券に1.30万。なんだと思う 表情で見て。 何にかけたかでかけしろいいよ。三連単でもない。 ワイド46のワイドで30万 <laughs> 5倍返してもらう当てさせてもらう 130万負けたら本当に、いや、目黒記念で負けたっていう脳みそは消す。ダービーで130万負けたって思う。追撃してやったら、本当にバカになっちゃうから。で、足もう、そしたらや、もう、安田記念をめがけて走っていく、は。 いやスキルビングが死んだのに触れないとかって、そのお前らがバカだから触れてるだけで、な馬がなくなっちゃって、何を喋んのすげえバカしかいねえんだな。今、目黒記念の顔考えたらバカ。キモいぞ。バカしかいないんだな。始まりました。何を喋るの え、これもみんな走ってんの <laughs> なんでかけちゃったんだよ緑の軌道こんなの当たんないよ 当たるわけないじゃん何 G2 かけてんのもうこれやり始めたら終わりと始まりだよ !46 のワイド。 俺、目黒区目黒区民だよ7枚<倍> <laughs> <laughs> ちょっと四後ろすぎねえかおいプ <laughs> ラダレーいいよ みんなごめん、みんみなに嘘ついてた俺ほんとのこと言ったら負けると思ったから嘘つきました僕66勝ってます66のワイド勝ってます <laughs> 嘘ついてごめんね